こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書梶元次郎のレモンのあらすじ解説、漢字確認をやっていきたいと思います。梶元次郎がレモンという小説を書いてから100年近く経つけど、その間たくさんの文学ファンがこのレモンというお話に感動してきた。だからね、このレモンにまつわる話として実際にこういうことがあるの。この話のラストシーンは、マルゼンというお店の中の本の上に主人公がレモンを置く、こういうシーンがあるの。でね、このシーンに影響を受けて、実在する京都のマルゼンのお店でたくさんの文学ファンたちがレモンを本の上に置いてきた。現在のマルゼンは以前と場所が変わってしまったけど、それでもね、やっぱりこのレモンというお話の中で主人公がやったみたいに、レモンをお店の中に置きたい、こういう人がいるからね。マルゼンはその人たちのためにレモンを置くためのカゴを用意している。だから今日もそのカゴの中に誰かがそっとレモンを置いていってるかもしれない。その元となったのが今回のお話です。主人公がなぜそこにレモンを置いたのか、今回の話を最後まで聞いていってください。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが表示されます。その中に他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。得体の知れない不吉な塊が私の心を終始押さえつけていた、こうやってこの小説は始まります。この不吉な塊とは何か、焦燥とか嫌悪とか憂鬱、こんな言葉で表されている。焦りとか吐き気を催す嫌な気持ちとか、憂鬱、気が塞ぎ心が晴れない様子、それが不吉な塊なんだね。で、これは良くない、こういうふうに作者は思うの。私はね、確かに肺の病気にかかっているし、神経衰弱、心が不安定になってしまっている。借金だってある。それは多額の借金で、それが私を苦しめている。背後から圧迫されたような気になって、だからね、その借金のことを背を焼くような借金、こういうふうに言い表しているけど、でもね、そういったものよりも何よりもこの不吉な塊自体が問題なんだ。そのせいで私はどんな美しい音楽も詩も心に響かなくなってしまった。聞いたり読んだりすることに辛抱できなくなって、心が安らぐことがなくなってしまった。その頃の私の心を慰めてくれていたもの、それはみすぼらしくて美しいものだった。外見は、見た感じは貧しい様子だけど、それでも美しいもの、そんなものに私は強く引きつけられていたの。じゃあどんなものがみすぼらしくて美しいかというと、例えば壊れかかった街、それはね、華やかな表通りではなくて、やがて土に帰ってしまうことが予感される、この世からなくなってしまうことを感じさせてくれる存在である裏通り、そういった風景が好きだったの。華やかな表通りは私にはよそよそしいとしか感じられない、親しみが湧かないものだった。それに比べて裏通りはどこか親しみを持てるもの、汚い洗濯物が干してあったり、ガラクタが転がっていたり、むさ苦しい部屋が覗いていたりする、そんな裏通りが私の心を慰めた。その時の私は京都に住んでいたんだけど、できることならその京都から逃げ出したいと考えていた。誰一人知らないような町に行って、そこで安らかに落ち着いて暮らしたかった。つまり私は今の現実から逃げ出したいわけ。全然知らない場所に行ってね、そこで一月ほどゆっくりと横になりたかった。できることなら願わくはここが、つまり自分がいる今の京都がいつの間にか自分が思い描くその市になってくれたらな。仙台とか長崎とか自分が知らない町、知ってる人が一人もいない町に今変わってくれたらな、こういうふうに私は考えているの。だからね、私は空想を始める。その空想を広げていくことができる場所が表通りではなくて、やがて土に帰ってしまうことを感じさせる存在である裏通りだったので、そこで私は一生懸命、ここの場所は京都ではない、自分が全く知らない場所だ、こういうふうな想像を広げていく。で、その錯覚がようやく成功し始めると、次に私はそこへ想像の絵の具を塗りつけていく。つまりね、ここの場所が本当に京都ではなくて、自分が行きたい遠く離れた場所だっていう想像を、
次から次へと重ねていって思い通りの街を作り上げていくの。つまりその時に私がやったことっていうのは、私の錯覚、思い違いと壊れかかった街との二重写し、自分の想像、錯覚と壊れかかった街を二つ重ねて写すことだった。そうやってね、私はそこに現実の自分自身を見失うのを楽しんでいた。なんとかしてね、私は現実から逃げ出したい、こういうふうに考えていたので、その頃私が好きだったもの、求めていたものはみすぼらしくて美しいものでしょ。それはね、他にはこんなものもあった。それは花火、大きな打ち上げ花火ではなくて安っぽいやつね。それとかビートロという色ガラスで作ったおはじき、こういったものが私は好きだった。その時の私はお金がなかったし、高価なものを見ても私の心を締め付けてくるだけだった。私が思い描くみすぼらしくて美しいものは安価なもの、安いもの。でもね、それは日常生活には必要でないもの。だからそこに贅沢を感じることができるもの。そういったものに私の心は動かされた。今の私の状態は無気力な状態だから、そんな私でも、みすぼらしくて美しいものを見ると、手にすると心が慰められたんだね。で、こういう風になる前の私は、つまり生活がまだ蝕まれていなくて、自分の体の調子も正常だった時、そんな以前の私が好きだったものは、今の私とは全く違っていた。好きな場所、それは例えば丸善だった。この丸善っていうのは当時輸入品とか高級品とかを扱うお店。西欧、ヨーロッパの芸術を紹介する本なんかも置いてあった。そういう場所が私は以前好きだった。そこにはおしゃれで高価で贅沢なものがたくさん置かれていた。美しい色彩の器に入った香料とか、香水みたいなものとか、透明感のある色調の細工物、キセルなどの贅沢な細工物、そんな光り輝く美しいものに私の心は踊っていたの。でもね、今の私にとってはその丸善は重苦しい場所にしか過ぎなかった。そこにあるいろんなものが私には借金取りの亡霊のように見えた。無気力な今の私にとって、そういった西欧的近代の豊かさのシンボルとも言える丸善というお店は自分の劣等感を感じさせる存在にしか過ぎなくなっていたの。だから私はそんな場所があるこの京都から逃げ出したい、こういうふうにすら考えていたんだね。その頃の私は友達の下宿を転々として暮らしていたんだけど、ある朝その友達が学校に出かけた後に、私はぽつねんと一人取り残されたような気持ちになった。ぽつねん、これは物事の様子を表す言葉、擬態語だね。その場に一人で寂しそうにいる様子、居場所がない様子をこのぽつねんという擬態語で表している。だからね、私は一人でそこに残るのが嫌になって町の方へさまよい出た。その時の私は何かに追い立てられるようだった。で、私は先ほど言った理由で表通りを歩くのは嫌だから裏通りを歩いていた。駄菓子屋とかね、安い店の前で立ち止まったり、それを眺めたりしながら果物屋の前までやってきた。で、この果物屋が私の最も好きな店、みすぼらしくて美しいと感じることができる店だったの。だからその果物屋は立派な店ではないんだけど、私を引きつけるものを持っていた。果物は坂の急な台の上に並べられているんだけど、その台は古びた黒色の台だった。で、そこに並べられている果物は色とりどりで美しかった。で、この果物屋の特に美しいのが夜だった。そのお店の周囲だけが嫌に暗いの。そこに私は引きつけられた。その果物屋につけられたいくつもの電灯が美しい眺めを作り出していた。その果物屋には裸の電灯がそのままぶら下げられていたんだけど、周囲の暗さのおかげでその明かりがより美しく見えた。電灯がね、揺れて回転する。そしてその光が目に刺さる。その眩しいほどの明るさ、そういった果物屋の眺めが私の心を愉快にしてくれた。で、その日私はいつになくその店で買い物をした。普段はその果物屋を見るだけだけど、今日はね、そこで私あるものを発見したの。私が探し求めていたもの、みすぼらしくて美しいものをその果物屋で発見したんだね。それがレモンだった。私はレモンが好き。レモンイエローの絵の具をそのまま固めたような、そんな単純な色も
あの形も、つまり竹の詰まったような防水系、つまり円柱状のものを真ん中だけ太くして端っこの方をキュッと細くしたようなあの形、それもね好きだった。つまりね、私はレモンの見た目、四角で捉えたレモンが好きだったの。だからね、私は一つだけそこでレモンを買った。で、私はそのレモンを持って長い間歩いた。そうしているうちにね、それまで私が持っていた不吉な塊がだんだんと緩んできた、ほぐれてきたの。私は町の上で非常に幸福な気分にすらなってきた。さっきまで私は不吉な塊を持っていたのに、あんなに憂鬱で気が塞ぎ込んでいたのに、そんなものがたった一つのレモンで紛らされる、忘れることができる。ああ、そんなことって起きるんだ。ね、心というやつはなんという不可思議なやつだろう。こういうふうに思ったの。つまりね、私はレモンをはじめとするみすばらしくて美しいものを探しているんだけど、ここで描かれている心はみすぼらしくなくて美しいもの、こういうふうに描かれているんだね。みすぼらしくて美しいものを探す私の心はみすぼらしくはないもの、美しいもの、なんという不思議なやつだろう。こう考えることができたので、ね、そのレモンは私の視覚以外もいろんな感覚に満足を与えてくれた。そのレモンの持つ冷たさ、冷覚が私には良かった。そのレモンの冷たさが手のひらから私に伝わってきて、その触覚で私を心よい気持ちにさせてくれた。その頃の私は肺の病でいつも体に熱を持っていた。だからね、手のひらから伝わってくる冷たさっていうのが、その染み通っていくような冷たさが私を心地よい気分にしてくれたので、他にもあるよ。私の嗅覚でもそのレモンの素晴らしさを感じることができた。私は何度も何度もそのレモンの匂いを嗅いだ。その匂いはまさに鼻を打つ、鼻を強く刺激する、こういった言葉がぴったり。その匂いを深々と胸いっぱいに吸い込めば体中に元気が目覚めてくる。私は肺の病気を持っているから、空気を胸いっぱいに吸い込むこと、これができていないから、このレモンがその気分を味わわせてくれるんだね。で、私はそうやって街を歩いていった。その時の私の心は軽やかな興奮に弾んでいて、一種誇らしげな気持ちすら感じていた。でね、そのみかんの重さを感じながら、つまりはこの重さなんだな、こう思った。つまりこのみかんの重さこそ常々いつも私が探し求めていたもの、でもどうしても見つけることができなかったもの。このレモンの重さは全ての良いもの、美しいものを重さに換算して作られた重さだ、こういうふうにすら考えたの。つまりね、世の中にある良いものとか美しいものっていうのを重さに換算するとしたら、変えて計算するとしたら、ちょうどこのレモン一つの重さになる、こういうふうに私は考えて、バカだな、今自分バカなことを考えているな、こういうふうに思って幸福な気分になった。で、そんな私が最後に立ったのが丸善の前だった。例の以前の私は好きだったけど、現在の私は避けているお店。ね、今の私は無気力になっているから、西洋的近代の豊かさを象徴するようなその丸善が、どうしても好きにはなれなかった。でもね、その時の私、気分が良くなっているでしょ、幸福な気分になっているから、今の私ならやすやすとその丸善に入っていける、こんな気がしたの。だからね、私今日は一つ入ってみてやろう、こう思ってずかずかと丸善に入っていった。このずかずかっていうのも擬態語だね。ここから躊躇しない様子、荒々しい様子、主人公が結構強気になってる様子が表現されているね。でもね、ダメだった。入っていった後の私からだんだんと幸福な感情は逃げていった。以前は好きだった香水の瓶とかキセルとかはあったんだけど、そんな豊かさの贅沢の象徴であるようなものを見ても、私の心には憂鬱が立て込めてくるだけ、今になって歩き回った疲労が出てきた。体も疲れてきた。そこの中にある本、芸術作品のいろいろな写真が載っている画集を見ようと思っても、その画集は重いから取り出すのさえ辛かった。取り出すのにいつもより力がいるな、こういうふうに私は思った。で、なんとかその画集を取り出した後も一枚一枚丁寧にはぐって見ていくにはなれない。で、なんとか見終わった後もその画集を元の位置に戻すこともできない。それぐらい私は疲れを感じていた。
以前から大好きだった西洋の画家アングルの画集ですら持っていることに耐えられなくなってそこに置いてしまった。手には疲労が残っている。私は憂鬱になった。以前はあんなにも私を引きつけた画集なのに。これらの本を一枚一枚ゆっくりめくって目を通して読み終わった後にパッと周囲を眺め回す時のあの気分、別世界からまた日常の普通の世界へ引き戻されたかのようなあの気分が、私は好きだったのに、そういった違和感そぐわない気持ちを好んで味わっていたのに、今はもうそれができなくなっている。だから私は憂鬱になったんだね。でもね、その時に私はあるアイデアを思いついた。あ、そうだそうだ、こう言ってね、私は自分が持っているレモンを思い出した。私はこのレモンを使って失われた幸福感を取り戻そうとしたの。今ね、目の前には自分によって積み上げられた本があるけど、その本は画集でいろんな色の本だから、それをもう一度ごちゃごちゃに積み上げ直して、その後にそこにレモンを置いてみたらどうか。こう考えたらね、私は先ほどの軽やかな興奮が蘇ってきた。だからね、私はその積み上げた本をもう一度自分が気に入るような色に積み上げ直したの。そしてそれはやっと出来上がった。で、その積み上がった本の頂きに、てっぺんにレモンをそっと置いてみた。うまくいくかな、こう思って恐る恐るレモンを置いてみたの。で、置いてみてそこの全体を眺めてみたら、それは上出来だった。画集のガチャガチャとした色彩がひっそりとレモンの中に、あの防水系の形の中へ吸収されてしまっているようだった。そこはカーンとさえ返ってさえいた。このガチャガチャとかカーンっていうのも擬態語。ガチャガチャはいろんな色が混じり合っている様子。それがレモンによってカーンとさえ返った。つまりレモンのおかげでそのガチャガチャした色が引き締まった。清らかに澄んでいる様子。そして張り詰めた緊張感もそこに漂っていた。そこ丸善の空気は私には埃っぽく感じられたんだけど、それすらそのレモンの周囲だけは違っていた緊張感に溢れているようだった。で、私はしばらくそれを眺めた後に第二のアイデアが湧いてきたの。今度のアイデアは企みと言ってもいいけど、それは私をギョッとさせた、驚かしたの。不意に突然湧き起こった第二のアイデア、それはこのレモンをそのままにして私は何食わぬ顔で外へ出ていくこと。つまりこのレモンを置いたのは自分なんだけど、自分はまるでそれとは関係ない、そういった顔をして外に出ていくこと。これが第二のアイデアだったの。私はね、変にくすぐったい気持ちがした。ワクワクした気持ちになったの。出ていこうかな、そうだ出ていこう、こういうふうに考えて私は本当にスタスタとその丸善から出ていった。これは自分だけの密かな愉悦、楽しみ喜んでいる様子がここで表現されている。で、外へ出た私は微笑んだ。このことがこう表現されている。変にくすぐったい気持ちが街の上の私を微笑ませた。これはね、西洋の文章を日本語訳の文章にした時のような形が取られている。変にくすぐったい気持ちが主語に来て、それが私を微笑ませた。私が受け身のような形になっているね。これは西洋の文章に特徴的な形、それを日本語の文章で使ってここの部分を読者に印象付けているの。街を歩いている時の私は大胆な想像を膨らませていった。ワクワクした気持ち、高揚感が、気持ちの高まりが私をそうさせたんだろうね。もう私の中で丸善に置いてきたレモンは黄金色に輝く恐ろしい爆弾で、その爆弾を仕掛けたのが悪者の私。もうあと10分後には丸善のあの美術の棚を中心としてレモン爆弾が大爆発する。そうなったらどんなに面白いだろう、こういうふうに私は想像を膨らませていったの。そうしたらあの気詰まりな丸善も、息が詰まるような丸善も、木っ端みじんだろう、粉々に砕けてしまうだろう、そんな風に考えながら私は街を歩いていった。こうやってこの小説は終わっています。この最後の部分わかる？なぜ私はあの気詰まりな丸善をレモンによって木っ端みじんにしたかったのか。それは丸善が象徴する西洋的近代の豊かさ、
経済的な自由を私が受け入れることができなかったから、日本が今突き進んでいってる方向、現実を変えたいと願ったから、私は近代がもたらすもの、その贅沢さや豊かさに圧迫されているんだね。だからこそ私が考えるみすぼらしくて美しいもの、レモンによってそれに反逆したかった。現実の変革を願ったんだね。私が願ったもの、それは経済の自由ではなく精神の自由。物がもたらす豊かさではなくて心がもたらす豊かさ。それを私は望んでいたの。それがこのレモンという小説で言い表されていることだったんだね。どうですか？今回の解説わかりましたか？もう一回この小説を読んで、なぜこの作品が多くの文学ファンの心を引きつけているのか、それを考えてみてください。それでは今日の授業、これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。